フレンズを募集する。以上。最後までご視聴していただきありがとうございます。というね、なんかね、多分初めらへんにめっちゃ俺がなんとなくやりたかった感じの編集がポンって入ってるんだけど、どうもこんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今からね、まあタイトル通りフレンズの募集をねしたいと思いますよ。思いますよしたいと思います。で、面でいろいろあると思うんだけど、まあとにかくサポート編成を見てくれ。俺の、うん、俺のサポート編成を見てから募集するとかいろいろ決めてくれ。こんな感じだ一応基本こんな感じです。まあ、こっから変わることあるけど、基本サポート一覧はこんな感じでございます。まあレベル10にしてないやつとかいろいろいるんだけど、まあそこら辺は後々やっていきます、素材がある限り。で、一応グダグダの内容なんですけど、サポートなんかとあれだね、イベントの特攻サーバントとかあるんだったらこういう感じにしております。一応メデューサに変えたいとか、沖田さんに変えたい、エミアに変えたりとか、いろいろ変えたりとかしております。で、まあ一応セイバーから軽く見ていきます。こんな感じです。もう名前は言わないです。こんな感じです。で、基本、星4、星5、サーバントがサポート欄に出てると思います。うん。まあ、こんな感じだ。基本なんかこんな感じで、まあ、ああ、こういうのを持ってるんだなっていうのが、ここら辺がローテーションしたりします。まあ、けど基本ね、あんまりね、男性サーバーをサポートに置くっていうのはないかもしれない。まあ、金時はいろいろ集会とか使えるから置いてるんだけど、まあ、基本、俺は女の子で、サポート欄を揃えてる時があります。で、まあ、マーリンとかコウメとかいるんだけどね、スキルレベル全然上がってないっていうこともあるから、あんまり置かないかな。他にスキルレベル10の人とか使った方が絶好率いいからね。っていうのがあって、まあ、置くか置かないかわかんないって感じかな。で、まあ、一応、バーサーカーにカレスポとかいろいろつけたりとかもするんで、まあ、そこら辺はあれだね。まあ、気分って感じです。で、概念霊装もこんな感じです。基本パッパッパーって見ていくけど、まあこんな感じで、なんかまあ変わったり変わってなかったりしたりしてると思います。そうだね、うん。基本こんな感じだ。で、星さんは龍脈がついてるぐらいかもしれない。まあ基本こんな感じでございます。で、ですね、サポートの説明はしたでしょ？うん、オッケーオッケー。フレンドのやつなんですけど、何人募集するか。というとですね、はい、フレンドのやつがね、今50人、なんですが、今22人、空いてるんですが、22人募集するのではなく15人以上を募集したいと思います。まあ、15人かもしれないし、18人募集するかもしれないし、まあそこは大体気分です。まあなんかその応募人数にもよる。少なかったらその分少なくするけど、多かったらその分ちょっとだけ多くする。まあ一応15人以上は募集しますよっていうのをやっていきます。で、一応ね、マイルームのマスタールームというかマスタープロフィール、あともうちょっと俺レベルがマスターレベルが上がるんで、もう一人、ランク、もう一人というかランクが上がってフレンドのやつが確か増えると思うんで、まあそれでもう一人募集するかもしれないっていうのもあるから、まあ一応ね、いろいろ15人以上募集っていうことにしておきます。で、まあ基本ね、どんな感じ、まずはじめに募集のあれだね、注意事項というか、どういう感じで募集の、その何て言うな、参加するなんかその資格みたいなのも言っていきたいと思います。参加資格、応募資格っていうのかな。まず、ちゃんとね、フレンドのツアーあるんだけど、ちゃんと当たった時にね、人数が多くてフレンド募集できませんでしたってならないようにしてほしい。だからまず、俺の場合72人だけど、まあ71人で1人だけ、まあ当たる可能性があるということを考えて、まあ1人だけ、応募のやつをちゃんと開けといてほしい。まあ一応応募で当たったら、まあさ、YouTube のコメント欄とかだったらないけど、まあ一応、フレンド申請自分から送るんで、まあまあまあって感じかな。まあ、そういうことがあります。だから一応一人だけ開けといてください。フレンドいっぱいだったら申請すら送れない時があるんで。で、それが1点。で、まず、マスターのランクなんですが、まあ、基本、初心者問わず、上級者問わず、誰でもいいです。始めたばっか、本当に。始めたばっかの人でも関係です。すごい、ランクが高い。俺より132だけど、140になってる人とかでも別に、いいです。どちらかというと140になっている人は俺はちょっと崇めるわ。すげえと思う。っていう感じで、まあ、ランクに関しては基本、
初心者、ライト層、上級者、ハイ課金者、誰でも別に結構です。てか、誰でもいいです、基本。あんまり関係ないから。基本、だってさ、それでさ、130以上ですって言ったらさ、なんか嫌じゃん。なんか嫌じゃんってあるんで、まあ、基本、なんでもいいです。で、サポート欄なんですが、一応ね、一番上側に出てるのが俺のリア友なんですけど、一応ね、初心者の方、始めたばっかの方限定なんですけど、できたらサポート欄を誰でもいいから埋めといてください。初めだった場合、サポート編成っていう初心者講座出してるんだけど、そこでマッシュ単体だけってなってる可能性があるから、まあ、そこのところをね、一応やっといてほしいです。誰でもいいから。レベル1ランとかでもいい、レベル40じゃなくてもいいとか、なんか、もう本当にレベル1でもいいから、なんか適当に入れといてください。まあ、入れといたらね、一応俺がね、たまーに短期、生放送してるとき短期プレイするから、それで使ったりとかいろいろしたりするんで、まあ一応ね、入れてくれてたら嬉しいです。で、マッシュ単体だった場合、ちょっと、お前絶対星王サバ当ててるでしょ、1体ぐらいっていう初めのチュートリアルにね、そういうのもいろいろ見たりとかするんで、まあ一応ね、サポート欄の方は適当でもいいんで、適当でもいいんで、一応入れといてください。まああれ、こいつ、リア友なんだけど、まあこんな感じね。一応空いてるけど、一応そこそこちゃんと、小切るとかいろいろ入れてるから、星3でも、星2でも、星1でも、星4、星5じゃなくてもいいんで、一応入れといてくださいっていうのがお願いです。で、ちょっと待ってよ、次何言おうとしたんだ？マスターレベルはいつでもいいんで、サポート欄は一応入れといてほしい。で、あれか、そうだ、次に注意点なんですが、ログイン順って書いてる、俺まあ基本ログイン順で見てるんですが、下っ側のやつ、2日かな、2日間ログインしなかったら俺は消す可能性があります。そこのところだけをね、一応見といてほしいかな。2日間ログインしてないっていう状態になってると、もしかしたら消すかもしれないっていうことを一応覚えておいてください。まあ理由としてはね、2日間ログイン、まあログインぐらい誰でもできるだろうと、寝る前に適当にログインパッと入ってそのまま終わればね、ログイン入ったことになるから、まあ一応ね、できるだろうということで、基本ね、まあ、基本2日以上の方は消します。で、消した場合もう一回フレンド申請してくださいって言われても、俺はやらない可能性もありますんで、そこのところはご了承くださいという感じかな。で、ですね、あと一応ね、3ヶ月に1回ぐらい俺、ちゃんと育成してるかなっていうのを見たりするときがあるんですよ。あとなんかサーバントとかいろいろ変わってたりするかなっていうの。だからね、どう言えばいいんだろうな。まあ一番俺の下のこの人もフレンドの方なんですけど、まあ下っ側でレベリングしてると思うんですが、サポート位置が一応変わってるんですが、スキルレベルがなぜか知らないけど上がってない、3ヶ月期間、3ヶ月ぐらい経って全員スキルレベル1も上がってないとかなると、消す可能性が微増少しだけあります。そこのところもご了承ください。まあ基本3ヶ月に1回とか半年に1回ぐらいね、フレンドさんをバーって1回なんか消すっていうのかな、なんかいろいろ新調していくっていうのが俺のちょっと FGO の癖なんで、まあそこのところはちょっと本当にご了承お願いいたします。で、言ったね、これぐらいかな、言うことって、これぐらいな気がするよ。それで応募方法なんですけど、まあツイッター、もしツイッターの、ツイート、もしくは、まあ俺にリプくれるか、もしくは、DM、ダイレクトメッセージ、もしくは、YouTube のコメント欄の方でお願いいたします。で、書いてほしいのは、ユーザーの名前、ユーザーの名前です、まず。で、ユーザー ID、その次に、まあ、一言かなんか、応募しますみたいな感じの、ね、表現、なんて言うんだろうな。選手表現とか、なんて言うんだろうな。なんかその、なんかあれだ。あれじゃん。選手声明、わかんねえや、もう。まあ、そんな感じの、なんか、一言、応募いたしますとか、なんかそういうよろしくお願いしますとか、そんな感じのを書いてくれたら、まあ、一応あれ、カウントします。で、人数が多すぎたら抽選になります、もちろん。っていうのもあるからね。まあそこまで人数は来ないと思うんだけど、まあ一応やそういう感じです。で、ユーザー ID とユーザー ID と、ユーザーの名前で
あの応募しますとかないと、応募しますっていう方を優先いたしますんで、そこのところはよろしくお願いいたします。で、早くコメントしたから俺はなれるというわけでもございません。基本抽選、人数が多かったら抽選になりますぐらいかな。で、あのその応募しますっていうのですごい長文を書かれても絶対当選するということではないので、一応ね一言程度添えるぐらいで一応書いてくれたら、一応あの名前書いてユーザー ID とかいろいろ登録して、まあ人数が多かったら抽選するみたいな感じになると思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。で、ツイッターの方だった場合ね、あの鍵アカだった場合、あの自分のところにツイートとか飛んでこないんで、あの鍵アカ外して、あの失礼します、鍵アカなんですがみたいなこと言って、あの鍵だけその時だけ外して、ユーザー ID だけ、ユーザー ID と名前だけ教えてもらえると、そこのところで記録するんで、まあ、そこのところで一回鍵を外してもらえたらいいかなと思います。あー、喋った気がするけどね、まあ最後の20秒、あの俺がね動画終わりますって言った最後20秒ぐらいに、その応募条件みたいな感じのをもう一回ね、あの詳しく編集でパパパパパーって載せてると思いますんで、一応そこのところ確認してくれたら嬉しいです。で、期間は1週間となります。今4月1日のエイプリルフールなんで、まあこの動画投稿されるのがあれだね、4月1日のまあ7時とか、まあそこら辺の夜中、夜側なんだけど、そっから4月8日の23時59分まで、4月8日の23時59分まで、募集したいと思いますんで、まあ一応ね、もしなりたいって方は、あの、応募してくれたら俺が嬉しいです。で、さすがに人数が多くなりすぎると抽選になりますっていうことだけは、一応覚えておいてください。ということで、喋ることなくなった気がするから、今回はここで終わりにしたいと思います。ということで、最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回もまた FGO について、まあ、フレンド募集についてはね、またなんかいろいろ企画があったらやっていきたいと思いますんで、まあ、できたらその時に応募してくれたら、まあ、喜んで、なれる方は、抽選、多かったら抽選になっちゃうけどっていうのもあるけど、よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。